車内の用水用鉄道も、箱10系電車は、用鉄道に在籍する、機動専用電車である。1951年から1965年に、かけて、何わ後期と帝国車両工業で製造された。もは2100型や、もは5000系の増備により、大体廃車が進行しているが、依然として、機動専用車両の主力である。自社発注車は、 製造年によって二つのタイプに分けることができる。他社から譲り受け、本形式に編入した車両もあったが、現在では他社譲り受け車は全廃された。ワンマイカはアルナ工期と自社小町工場で1970年から1972年にかけて行われた。また、冷房化改造は自社小町工場で1981年から1984年に、 かけて行われた。すべて、なにわ後期の製造で、半抗性車体で深い屋根の重厚な外観を持ち、古い工法で製造されている。これは、新造計画の時、車両製造メーカーで引き受けてがなく、運輸省の紹介で、なにわ後期で新造されることになり、ちょうど、なにわ後期で製造されていた。京都市電八百系、八百六十六の八百八十号の車体を。 伊予鉄仕様に設計変更して51から55が作られ、56以降は同じく、何は後期で作られていた広島電鉄500、軽電車と同じ全中非仕様で作られた。製造当初は直接制御方式だったが、1979年に京都市電から廃車となった2600系の制御機を購入し、間接非自動制御に改造された。 また電動機も5 0ットのものに取り替えられた。1951年製。伊予鉄道機動線初のボギー車。終電装置は製造当初ポールだったが、1953年にビューゲル、1966年に現行の Z パンタに変更された。客用扉は製造当初は前後端に配置されていたが、1969年に前中比に改められた。 51号は、刑事ドラマ、危ない刑事 TV 一作目第13話、追跡で、柴田強平奮する、大下刑事が犯人が乗った電車を追いかけて飛び乗る、真のロケ撮影で使用されている。5000系のゾービに伴い53号が2018年度に、廃車されたため、現在は51.52号が在籍している。 2019年度末時点で現存する2両とも新塗装化され、冷房装置が三菱 CU77 から CU77CT に交換されている。1953年製。51から53と同型だが、製造当初からビューゲルが搭載されていた。51から53と同様に、終電装置の Z パンタカ。 客用扉位置の変更が実施されている。両者とも新塗装化され、冷房装置が三菱 CU77 から CU77CT に交換されている。1954年製。製造当初から前中比で、客用窓は上段を H5 無し時,時固定窓、下段を上昇窓とした、いわゆるバス窓となった。51から55と同様。 終電装置の Z パンタカが実施されている。56は2100系造日に伴い2005年度に、58は5000系造日に伴い2018年度に、57は2020年度に廃車となり、このグループは消滅した。最後まで残った57は、2019年初頭頃より、平日朝ラッシュ時間帯のみ不定期で運行される、臨時列車に固定重当されていたが、 5000系造備に伴い旧車となっていた。1957年生。台車は当時最新の頃時空欠希望音防止台車の FS78 を採用した。また、全面窓は中央の窓が左右の窓に比べてやや横幅の広い窓となっている。他の50系と比べると数字が一回り太く、前期型では唯一、 60のみ社版が銀色塗装であった。60は2005年頃に運用を外れ、旧車となっていたが、5000系の増備に伴い2017年度に59.61が老朽化のため2019年度に廃車となったため、このグループは消滅した。59号は、刑事ドラマ、危ない刑事 TV 一作目第13話、追跡で柴田強平扮する。 大下刑事が犯人が乗った電車を追いかけて飛び乗った真のロケ撮影で使用された。62から69は何は後期で70から78は帝国車両で製造された。前面窓が鉄道専用の600系と同じデザインに変更され、屋根の浅い軽快なスタイルで軽量構造を採用している。製造当初からべて関節非自動制御方式で、 Z パンタ 50kW 電動機を装備した。1960年に3両が製造された。当時のバス車体で主流となっていたモノコック構造を取り入れた軽量車体で、側面にリベットと補強用のリブがある。自長は12.96トンとなっている。また、このグループの見舞い扉が2枚引き戸である。 2100系造備の増備に伴い62を最後として2005年3月までに3両とも廃車。これにより2枚ビきト車は全廃された。1962年に5両が製造された。車体の構造は62から64と変わらないが、前扉が1枚引き戸になった。65は2100系造備に伴い2003年度に2005年度から旧車されていた。 67が5000系像日に伴い2017年度に廃車された。現在は66.6869が現存する。なお、2017年度末時点で現存する3台とも新塗装化され、68号、69号は冷房装置が CU77CT に交換されている。また、69号は冷房 SIV も更新された。 1963年に70から73の4両が、1964年に74から76の3両が、1965年に77.78の2両が製造された。車体の形態は65から68と変わらないが、後方が従来の後方へ戻ったためにベッドリブがなくなり、車体重量も62から69より1トン。 増加し13.96トンとなった。製造当初は、帝国車両製コイルバネ台車 TB-57 を履いていたが、保守に手がかかることから、1974年に、名古屋市電1550系廃車発生品の、住友金属工業製の KS-40、J 台車を購入し交換された。全写真と装化され、70号、72号、 75号から78号は、冷房装置が、三菱 CU77 から CU77CT に交換されたが、78号は2019年10月現在、旧式の CU77 に戻されている。また、75号は冷房 SIV も更新された。5000系の増備により、71号が2020年度に廃車となり、 残る70.72から78の8両が現存する。里帰りした1001の写真。塗装が変更され、全照灯が全面創下に再移設されたもとは、クレシデン型で、クレシデン廃止前の1967年に上等を受けた。伊予鉄道の軌道線で唯一セルフラップ式の制動装置が使われていた。車体は、 自社発注者の62から64と、ほぼ同型であるが、1001から1003の方が1959年製造と、先に登場している。また、上渡前の外観はどちらかといえば、同型のモハ50型よりも東京都で2500型に似ている。2001年に、1003が、事故で廃車されたのを皮切りに廃車が始まり、2004年3月1日に、 最後まで残っていた瀬0一が引退した。千一は呉市に返還され、全商島の位置や塗装などを呉市電子用に戻すなどの復元工事がされた後、7月に呉ポートピアパークに保存された。和歌山県内に保存されている本社と同系の南海321型322号、元南海電気鉄道和歌山機動線の321系324号で、 1971年に譲渡を受けた。一両だけだったこと、他社に比べて、車体長は長く、車体幅が他の車両より狭いことなどから使いがあっても悪く、2000系の投入後は予備車となった。ワンマン化及び暖房設置工事は実施されたが、冷房設置が困難だったため、直接制御、3 8ット電動機、非冷房のまま、 1987年に廃車された。なお、81の廃車体は1993年まで存在した。ありがとうございます。